違う競技にも、まあ、なんか手を出してみたいなと思って、はい、このキャンプに参加しました。黄色いバンクまで行けるように頑張ります。本当に初心者にも優しく教えていただいているので、今のところその怪我とかもそういったこともなく今楽しく乗れているので、 BMX とはやっぱスピードとか、まあ、走る場所も当然違ったりして難しい部分はあるんですけど、まあ、スピードとか走ってる時は気持ちよくていいです。父親がそのネットで見つけてきて、まあ、応募してくれて、とにかく楽しかったです。今は陸上をやってるので、それを高校で続けて、まあわよくば大学行って、そこで自転車競技をもっと力つけて競輪学校に入学して選手になりたいなっていう。将来の夢が競輪選手なんで、好成績残してちゃんと競輪学校に入って、できれば早期卒業したいなと思ってます。やはり競技を好きになって長く続けて楽しんでほしいなというところで、楽しくやるための、まあ、集中力とか、守るべきこととか、そういうところをしっかり学んで、まあ、自転車競技の一番の最大の魅力のスピードを安全に楽しみでもらって、まあ、その延長で日本代表だとか、プロの有名な競輪選手になってくれればなと思います。